じでいきましょう、やっぱり皆さん飛距離欲しいですよね。やっぱり飛距離は出ないように出た方がだったらもう欲しいっていうぐらい出た方が楽しいですね。これ伊吹選手も飛距離アップしましたけれども、じゃあ飛距離出すために、ヘッドスピード上げてクラブのヘッドをいやーっと走らせてもこれ意外と飛距離が出ます。まあそのボールの前後とこをどうコンタクトするしたら飛ぶかということはまあとりあえずひとまず置いといて、一番土台の部分、これ例えばスイングをするにおいてもやっぱりこう下半身と上半身がもうタイミングがこう悪い状態になったらもう一生飛ばない、そう大事な下半身のことをします。まずゴルフスイングにおいて下半身というのは絶対に上半身上体にも振られるともダメ、振られる。例えばテイクバックでぐーっと上上がっていった時にもうこの足の裏、足の裏がこうピタッとこう張り付いてたらいいんですけども、その反動で張り付いてる状態を動かすもこでダメ。もう足の裏のこの張り付きがテイクバックを起こった時にもうこうなっただけでも、だから必ず下半身のグッとこう踏ん張る反動で上半身をポンと、そうすると足の裏のこのグッと抱えてる圧が変わらないで上半身をポンと、これは一番大事で、この後グッと行ってこの後上半身が下半身の足の裏の圧の反動で上がりました。ほんなここからうわーっとこう持っていかれて、これもだ、だからもう吸盤みたいに足の裏にガッとくっつく、でもくっつけてるつもりでも上半身動かすとこうなるから、グッとこう下にグッと出た反動で上半身がグッと上がる、こんな感じのテイクバックを今日やってみましょう。はい、じゃあ処理からいってみましょう。足の裏がぐーっと上体に引っ張られると、まあ例えばここにもっと持っていってこういったのにちょっと左に行くとか、そんなでもアドレスでグッと圧をかけた、ここ、これ維持、ここでも変わらない。OK、そう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 。ミスをするっていうのは気がつかないけど圧が変わったと思った方がいい。OK、じゃあ打っといこうか。足の裏の圧変わってる、変わってます状態の動きをあこうなってるかああなってるか回りすぎてる自分とは絶対止まる。でここの引っ張り合いの圧が変わってないのにクラブだけグッと後ろに行ってクラブが平行よりも行ってても、これオーバーするんじゃん。上体がこうやって引っ張られるのがオーバーする。 OK、 じゃあドライバー行こう。そのドライバーの絶対後ろ振られてくる、オッケー、いいでしょう。はい、じゃあ